こんにちは。今回はトウモロコシの冷凍保存方法をご紹介したいと思います。今回ご紹介するトウモロコシの冷凍保存方法で保存しておくと、チャーハンやコロッケ、カレー、コーンポタージュなどすぐに使えてとても便利ですのでおすすめです。トウモロコシの冷凍保存で準備するものです。フリーザーバッグ1枚、茹でたトウモロコシ1本です。それではトウモロコシの実を取り外していきます。半分に折りまして、立てた状態でこのように削ぎ落としていきます。トウモロコシの実を取り外しました。それではフリーザーバッグに入れて保存します。このようにフリーザーバッグに入れまして、できるだけ空気を抜いて平らにして冷凍して完成です。